2P 側チャンピオンアキラ、この時を待ってたぜ。 1P 側チャレンジャー影、この試合どうでしょう。そうですね、 2P 側のプレイヤーですが高段位のプレイヤーですから注目してみましょう。なるほど、長山攻撃の真相こそ、いやいや一方的な展開か。石先だから連山、長山リングアウト。セットカウントは0対1、まずは1本終わりましたが、まだ何とも言えない状態ではあります。まだ分かりませんよ。第2ラウンドが始まりました。リボン長寿、ここで投げる、やっと利用撃扇風陣、投げ抜けはない、ダウン攻撃が決まる。魔法避けて、投げがつかる、そうだった。ここまでどうでしょう。 2P 側のプレイヤーですが、ガードが硬くて相手の攻め手を封じてましたよね。そうですか、この後気を抜かずに相手の出方を伺ってもいいでしょうね。なるほど、さばき、ナイス、ダウン攻撃、投げ抜け、さらにヒット、セットカウントは1対2、影1本取り返した。巻き返しを図りたいですね。第4ラウンドが始まりました。ゲーモン決戦、受け身を取った、避けてから両方で浮かせる、リを挟んで最大ダメージに近い、うわ残り体力が少ない、リングアウト。セットカウントは2対2、一気に余裕ができたか。最終ラウンドまでもつれ込みましたね。第5ラウンドスタート、受け身を取った、投げていく、きっちり当てていく、長山これもヒット、アキラ圧倒的に攻め、投げがつかる、容疑ルミネキャミドルキック、円月蹴り、熱い一戦でしたね。これがあるからやめられない。影勝利しました。我が道に負けなどない。